ハンドルミシェル、スニーカーが好き。どうも、バスケットマンです。そんなあなたには、In Your Face ということで、今日もやっていきましょう。今日も始まりました。バスケットマンのスニーカーと NBA というですね、今日はですね、ヒストリー、ジョーダン11ということで行ってみましょう。Let's Tip Off ということで、ね、このシリーズもですね、とうとうジョーダン11まで行きましたよ。まあ、ジョーダン11といえば最近、まあね、去年出ましたね。ボンとね、ブレッドですよ。ブレッド超かっこいいですよ。これは本当に。で、まあ、ジョーダン11の、まあ、これね、出た、まあなんていうの、出た功績じゃねえや、まあ家庭で言うとまあね、ティンカーハートビルドがね、作ったんですけども、ジョーダンがね、光る素材を使ってほしいってことで、ティンカーハートビルドを探すんですよ。でね、オープンカーのなんかこういう光ってるのを見て、まあエナメルを選んで、まあこのジョーダン11ができるんですけども、まあ、ただね、ジョーダン11に関しては、1個前に出てくるんですよね。なぜかというと、まあ、ジョーダン10が、唯一ってわけじゃないんですけど、まあ、ジョーダンがですね、開発に関わってないシューズなんですね。もちろん、その、1回引退しててやってないから。で、ジョーダン10が好きじゃなかったんですよ。で、もう出来たてほやほやのジョーダン11を、95年のプレイオフ、オーランドマジック戦1回戦でボンって履くわけですね。それで出てきたのが、コンコルド。そうなんですよ、コンコルド。ただ、その時のブルズは、黒を基調としたね、スニーカーじゃなきゃいけなかったですね、チームが。で、NBA がね、それ決めてたんですね。チームで全員同じ色の、スニーカーじゃない、バスケットボールシューズをね、まあ、試合で履かなきゃいけないということで、皆さんご存知の通り、コーンコールドは白黒じゃないですか。白が多いですよね。だから罰金を払う意味があったわけですよ、ジョーダンは。で、まあ、罰金払いたくないですよね。とこで出てきたのが、そう、エアフライト1、こいつが履いてるやつということで、で、エアフライト1といえば、まあ、かかとに1ってね、アンファニーハードウェイのモデルなので、ついてるじゃないですか。はい、ぶっちぎって、ガッぶっちぎっちゃうわけですよね。1が気に食わないのでね。で、それで、まあ、ジョーダンで、試合出るんですけども、まあ、負けるんですよ。ジョーダン、神伝説が崩壊するわけなんですよ。これ結構新聞で、騒ぎ上がった ESPN かな。結構僕その当時 BS1 で見て、うわ、ジョーダン終わった、神じゃない、もうダメだってね、ジョーダンがね、ニック・アンダーソンかな、アンファニーハードウェイからちょっと忘れましたけど、スティールされてる動画、映像が、めちゃくちゃ出回ったんですよ。で、もう終わったんだ、ジョーダン終わりなんだっつってね。で、まあそのシーズンが終わって、伝説の95、96シーズンかな、なるわけなんですけども、ジョーダン、シーズンオフ、めちゃくちゃ練習したんですよ。ちょっとなんか曲がってる気がするの、気のせいかな。はい、めちゃくちゃ練習してですね、満を持しての95、96シーズンになるわけですよ。あの伝説のシーズン、そう。72勝10敗をね、実現させるというね、素晴らしい。その当時の NBA 記録になりますね。今は、まあ、ウォリアーズがね、ちょっと前にね、93勝じゃねえや。73勝9敗っていうのを打ち立てましたけども、まあ、その時は伝説だっただけなんですよ。で、まあ、ジョーダン11なんですけども、オリジナルは、結構ね、複雑なんです。ジョーダン11に関しては。まずこのミドルカットのやつが、あるのが黒赤、白黒、まあ、ブレッド、コンコールド、そして白白、オールスターモデルですね。と、ジョーダン11に関してはオンコート、オフコートっていうのが存在してて、まあ、オフコートっていうのは外ですね。それがローですね。皆さんご存知、黒と白セメントみたいなやつ。と、96シーズンに、このね、ファイナルでこいつのローカットをジョーダンが履いてるわけなんですけども、それは発売されてはいないんです。2000年かなんかに復刻したんじゃなかった。違う、それ嘘だ。ちょっと前に復刻しましたね。もうちょっと前って言っても、もう6、7年前ですけど、ジョーダン11のブレッドロー出ましたよね。で、あれが多分ね、96のファイナルで履いてたんですよね。なぜ履いてたかっていうと、ここの、まあ、ずっとレギュラーシーズンで履いてたにもかかわらず、なんか、ね、違和感を感じてるらしいんですよ、ジョーダンは。で、ここね、ローカットのやつがいいってことで、ローカットを履いてるんですね。それは当時、オリジナルカラーとしては出て、ジョーダンだけのもの P ですね。ただ、発売はされてないということなので、まあ、その、当時言うと、1、2、3、5、4、5、6種類かなになるわけなんですよ。で、じゃあここでスペースジャムが出てねえじゃねえかってなるわけなんですよ。スペースジャム。そうなんですよ。当時スペースジャムは出てないんですよ。確か。で、スペースジャムはね、確かね、2000年の時に確か出たんじゃないかなって僕の記憶が正しければ思います。はい。なので、スペースジャムはね、オリジナルカラーじゃなくなっちゃうね。それじゃあね。わかんないですけど、確かそうじゃなかったかなと思います。じゃあ、その時のジョーダンどうだったかっていう話なんですけど、レギュラーシーズン平均得点、30.4 ポイント。バケモンです。やっぱすごい。30点レギュラーシーズンでやったらバケモンですよ。そして、8度目の得点を、
4度目の、シーズン MVP、 そして、NBA オールスター MVP、 これ史上2人目ということでバケモンですね。あの MVP を3個取る1シーズンでね、レギュラーシーズン、 NBA ファイナル、そしてオールスターで取るのが史上2人目ということで、ジョーダンは伝説の、もうマジで伝説になっちゃいましたね。本当すごいんですよ。そしてファイナル、確かシアトルスーパーソニックス4勝2敗で勝つんですけども、その時のスタッツが 30.7 ポイント、もうすごい、もう神様カムバックってことでね、もう完全に復活を遂げた、まあ、95-96 シーズンっていう形になるんですよね。これですよ。まあその頃からですね、これを出したことによってまた落ちかけてたスニーカーブームが一気にボーンって上がるんですよ、日本でも特に。で僕はオリジナルこれね、確かに持ってたんですよ。で部活でも結構履いてる子がいて、これは本当に売れました。でなんかね、スニーカーブームボーンってなったんですけども、結構変えてて、当時僕ね大学生じゃなかったかな確か。で高校の部活とかでみんなバスケした時にやっぱその子たちが履いてて、だからまあ結構買いやすかったのかなっていう記憶はございますね。はい、とですね、この頃から、ジョーダンのサインとかが結構出回るんです。ジャージにサインしたり、アッパーデックのカードにサインしたりっていうのが、これがまあ言ったらね、結構いろんな、今でいうその昔あったかトマホークチョップになっちゃうな、トマホークチョップじゃなくてワールドスポーツプラザー、今ワナビー違う、なんか結構いろんなところにそういうのを置いてある店があって、当時の雑誌とかをこう見返すとですね、6割7割が結構偽物だったらしいんですよ。で鑑定書もコピーして作ってて、結構出回ってて、だからね、本物を探すのがかなり難しかった状況です。まあ、今のスニーカーと一緒ですね。本当正規の人からか店から買わないと、ちょっともう本物かどうかわからない状況。だからまあリセールショップとかで買っちゃうと、まあね、フェイクで、で鑑定書も黒タグもあってフェイクでみたいな状況が当時からあったんですね。サインに関して言えば、でもまあちょっとね、結構歴史が繰り返されてる感じはありますね。で当時はスニーカーのフェイクっていうのは俺は見たことなかったっすね、当時で関しては。でこの前衝撃的な事実じゃない見たんですよ。それはね、ジョーダン11のフェイクが存在してて、そのフェイクはいいんですけども、えぐかったんですので、それはねちょっと次回お伝えさせていただこうかと思います。ということでこの辺で失礼します。 See you next game!